南国に朱雀の巫女宮家様と朱雀七聖子が揃ったのでございます。皇帝ほとこりは宮家様への思いを忘却できずにおりました。宮家様が玉褒めを愛していることを知っていたのでございます。余はこれより朱雀召喚の儀を行う。即刻支度せよ。こうして宮廷の朱雀廟にて朱雀召喚の儀が行われようとしておりました。朱雀神召喚の儀の失敗を予測する謎の少年道君、江南国の宮廷の前に立つ。皆よいか。巫女が祝詞を唱え始めたら七星は全員気を整え無になるのだ。ちゅうことは完全無防備状態か。こんな時に襲われでもしたらひとたまりもないわね。大丈夫なのだ、宮家ちゃん。オイラが言うことを反復するのだ。祈りを。もうすぐこの炎の中から朱雀が現れる。もう迷ってなんかいられない。私、ゆうちゃんも玉褒めも大好きだもん。自分の気持ちに嘘つけない。一つこの江南国を守って、この国の人たちや七聖子を幸せにしてください。二つゆいちゃんを取り戻して、二人が受験に合格できる力をください。三つどんな形でもいい、玉褒めと一緒にいたい。一つ目のお願いで特に塗り子を幸せにしてやってください。後が怖いから。宮家ちゃん、始めるのだ。地宮の天と四方の地、深き法と神と善をもって南方守護の朱雀御身に告げたマーク。我今この言葉をなす。七福天より地に源氏は御身を渇望す。地上のためのゆえ、ここにおいて諸々の悪を滅し、その神力で我らを苦悟すべし。ただ願うくはこれを聞け。天より我が元へ降り立ちたまえ。
なぜだ。何も出てこないぞ。失敗したんだよ、あんたたちは。スザクはもう呼び出せない。チリコ、あなた。僕が何のためにいつも笛を吹いていたか、わかりますか、ミヤカさん。この笛の音、体に応えるでしょう。あなた方にいつも聞かせていたのは、この時のため、少しずつ僕の気を送り込んでたんですよ。あの時殺した男は利用するために俺と一緒に不凍国から送り込まれたんだ。あいつには悪かったけどね。あんたたちを信用させるためさ。そしてあの時、あの時、全ては今日こうやってあんたたちに術をかけるために聞かせていたんだ。チリコの入れ墨にもまんまと騙されて、あんたたち、人が良すぎたのが欠点だったね。でも、もう終わり。てめえ、まさか青龍の、烈火神炎。青龍七星が一人、網星。はあ、これが別婚の曲。どう防ぎきれない、殺される。ミヤカ、よせ、ミヤカ。くそ、音を防ぐ方法はないのか。チリコ、やめて、チリコ。何、かすかに何か別の音色が。なんだこの音は。音波が崩れる。バカな、あんな音色で俺の術が破れるとは。待ちへ出やがった。逃がせ。待って、二人とも。父、私を連れて三人を追って。分かったのだ。待ちやがれ。レッカー神炎。すまん、タマ。わざとやねん。
早く船を出して。今日は無理だよ。ここんとこの大雨で川が増水してさ、昨日から何人か流されて死んだんだよ。もう逃げられねえぜ。網星とか言ったな。清流失政者はお前と中子以外にも集まってきてんのか。こんなやつ問答無用じゃ。仲間やと思うとったのに、よくも騙しよって。兄貴の気が消えた。何も感じない。やられた。朱雀七星に。そんな、兄貴、兄貴！ミヤカ、どうしたの？あの子は。川に落ちて、あの急流じゃ、まず助からねえ。あの子が清流七星子だったとはね。死んでよかったとは言えぬ。チリコが偽物だと気づかなかった我々が甘すぎたのだ。なんでですか！あんな奴死んでよかったんですよ！自業自得やないですか！あいつは死んで当然！そんな風に言わないでよ！敵かもしれないけど、根っからの悪い子じゃなかったわ。悪い人が、あんな美しい音色の笛、吹けるはずがない。僕もそう思います。え？こら！なんだお前！待て！音を防ぎきれた。あなたが。はい、この草笛の音で彼の曲の波動を惑わせました。それに彼の気に少しですが乱れがあったので。なんだこの音は。音波が崩れる。バカだ。あんな音色で俺の術が破れるとは。あなたの名前は？あ、何？じゃ、お前が？はい、王道君。七星氏名はチリコと申します。
本物のチリコを？どうしてここに？科挙の受験勉強中だったのですが、受験、それも、科挙って何？何優れた役人を選ぶための試験よ。君、その若さで役人になるつもりだったの？はい。そういえば、少子の際。え？少子って科挙の二次試験のことよ。二次試験もあんの？科挙ってすげえ難しいんだってな。俺が知るか。おお、若干13歳で最高成績を上げた者がいると陸部省より聞いていたが、そなたであったか。はい、皆様の星に今日が現れていたので。あ、これは。スザク七星に不穏な動きが。あ、そうだ、儀式。まだ火が燃えている。今だったら間に合うかもしれない。アミモジ、さようなら。みんな、一か八かだよ。ともかく祈ってみよう。お願い、スザク出てきて。お願い。このメランが。おやおや、なんじゃい、根性のない。太一君。なんでスザクじゃなくて太一君が出てくるの？何を申すか。スザク神を呼び出す儀式に失敗しておきながら、スザクの巫女。お前は七星子を集め損ねた。もう手遅れじゃ。手遅れ。もう永久にスザクは呼び出せぬわ。永久に。わしがせっかく鏡をやって七星子探しを手助けしてやったというのに。失敗、手遅れ。詩人天地書もくべてしまった以上、もう手立てはないわ、愚か者め。おいバカ、そこまで言うことはねえだろ。ヤガだって一生懸命やってきたんだ。それを。誰がババアだと。誰が。いえ、ですからそれは。違うよ、玉褒め。私は、私悔しいんだ。ミヤカ、願い事が叶わない以上に、この時のためにスザクを呼び出すために、どれだけの人が傷ついたの。ユイちゃんやショウカさんやアミボシだって、玉褒めだって、ホトホリだって、ノリコだって、チチリだって、ミツカケだって、タスキだって、どれだけ大変な目に遭ったか。なのに私は巫女としてスザクを呼び出すことができなかったんだ。私は自分の責任を果たせなかった。それが悔しい。ミヤカ、ミヤカ、お主も少しは成長したようじゃな。スザクを呼び出す方法は他にないこともないがね。え、本当ですか。なんだ、それを早く言えよ、クソババ。クソババだい。大好き。スザクの巫女よ、これまでとは比べ物にならぬきつい試練となるのだぞ。それでもよいのか。はい。これまで以上に巫女と七星子の結束が強くなくては達成できぬのだ。よほどの覚悟をせねばならぬぞ。それでもよいか。耐えられるか。やります。今まで傷ついた人、励ましてくれた人のためにも。私はスザクの巫女なんだから。
朱雀の巫女太一君に力強く誓う心に一点の陰りもなく、七星子その美しさをただ見つめ、よろしい、では教えよう。まず北方にある北韓国玄武の国に行くがよい。その国に奉納されておる神座法と呼ばれるものを手に入れるのじゃ。玄武の国、あなたの名前呼んだらそこで突然目が覚めそう。こんなにうまくいきこない、また偶然会えるなんて。人混みの中私と同じ感じた子だけ見てる。きっと誰かを探してるんだ、恋の相手かな。目が合った瞬間でもそれは私で、嘘よ嘘、あなたかけてくるときめきの導火線が体中を走ってく。バラバラにならないようにしっかりしなくちゃ私。でもちょっと今日はちょっと気持ちが迷子の子猫、優しさで強い決意を胸に秘め、北韓の地へ赴かんとする宮家様。その決意は同時に由衣様と、そして玉褒めとの決別を意味するものだったのです。宮家様は朱雀の巫女の定めに戸惑いながらも準ずる覚悟を決めました。次回、愛されて悲しくて、運命に翻弄される愛と友情、